公州勝沼の戦い、公州勝沼の戦い、公州,州勝沼の戦い、慶応四年三月六日、1868年3月29日は、母親戦争における戦闘の一つである。カシオの戦い、勝沼、カシオの戦い、公州戦争、公州カシオ戦争とも呼ばれる。板垣大介の軍勢と、近藤勇の軍勢が戦った歴史に残る合戦。 活戦地の開国山梨郡勝沼。現在の甲州市勝沼町は、甲府盆地の東端に位置する。信濃国から甲府、甲府市を経て、江戸へ向かう甲州街道の勝沼塾が所在する、宿場町で、交通の幼少地であった。一帯は農村、甲州街道は、江戸から、郡内地方の山間部を経て、甲府盆地、国中地方へ至り、 勝沼は盆地へ入った最初の地点に位置する。勝沼から群内地方を越えれば武蔵多摩地方であり、新選組の幹部や大使を多く輩出した多摩地方にも近い。カイノ国は享保9年1724年に一国が幕府直轄領化され、甲府城、甲府市には甲府金板が配置され、在地には大官支配であった。 会に配置されている兵力は乏しく、天保7年、1836年に発生した、会一国規模の天保騒動の際には禁盤し、三百数十人と、拡大感手付手代五十余りであった。1867年、慶応三年、中岡慎太郎の仲介を経て、5月21日、小松政連邸で、薩摩藩の西郷隆盛、吉井とも 小松聖連ナと土佐藩の犬居、板垣大介、谷田毛利京介、中岡慎太郎らが会談し、薩土倒幕の密約、薩土密約が結ばれた。翌日、犬居大介は、薩摩藩と倒幕の密約を結んだことを、山内陽道へ報告。陽道は驚くが、犬居大介が、江戸築地の土佐藩邸に、金納はみとろうをかくまっていること告げられ、もはや、駒は、 進んでいることを悟るや、これを了承。大阪でアルミ二十三百0兆の買い付けを命じ、また犬井大輔に土佐藩の軍政近代化改革を命じ、光るべき時に備えるよう指示をした。この札戸密約に基づき、1867年、慶応三年十二月二十八日、京都にいる西郷隆盛から土佐の犬井大輔宛に、倒幕の海戦地下手との伝令が出された。 その予想通り、明けて1868年、慶応4年1月3日、とは、伏見の戦いが勃発する。同1月6日、京都から谷立敵が早うまで、土佐に到着し、京都において、武力討幕戦が開始されたことを、土佐藩庁に報した。大政奉還がなって、以降、武藤派の統領と警戒されて、藩軍の大司令の職を解かれ、 さらにその他すべての役職を罷免され失脚していた犬井大輔は即日失脚を解かれ半軍の大司令に復職した。同1月6日犬井大輔は他に立の報告を受けて殺土倒幕の密約を履行すべく土佐勤皇党の流れを組む大使や勤皇の志を持った諸子からなる春正隊を土佐で編成。さらに翌1月7日朝廷より 徳川義信追悼の直が出され、これに対抗する勢力は、朝敵であるとの公式な判断が下った。同1月13日、春正体は、土佐城下地道館前で、出陣祈願を行う。その最中も土佐藩門伐派の重鎮、寺村左前らが、行ってはならぬととめに入るが、それらの制止を振り切って出陣。その直後、佐乃木高松、 いよ松山両藩及び天領藩の絵政党の直を廃止、二式のお旗を授けられた。行為を貸し込み、正式に官軍としての命を報じ、また、いよいよ、坂本龍馬、中岡慎太郎らのあだちができると喜び勇んで、進軍した。春正隊が高松、松山に到着すると両藩は、朝敵となることを恐れて一戦も交えることなく、降伏したため、 無血会場となるが、その最中も、京都からは、砂漠派の土佐藩士らの妨害から進軍を阻止する、伝令が出された。しかし情報を得て川じ、陸路の食い違いから、阻止派の動向を巧みに交わして、京都への上落を果たす。山内陽道は当初、戸場、伏見の戦いを死闘とみなし、土佐藩士の参戦を制止したが、 殺土倒幕の密約に基づいて初戦から参戦した者が数多くおり、追悼の直が下った後は、もはや勤労に尽くすべしと意を決した。京都で在京の土佐藩士と合流した、春正隊は部隊を再編し軍事に精通した、稲井大輔を大替司令兼総督とした。大輔はさらに朝廷より、東山道先方総督府参謀に任ぜられ、2月14日、 京都を出発し、東山道を進軍した。この京都を出発した日が、犬井大輔の十二代前の先祖とされる、板垣信方の三百二十年目の命日に当たるため、天領である、甲府城の昭和木前の美野で、武運長久を記念し、甲斐、源氏の流れを組む旧武岳家,家臣の板垣氏の末裔であることを示して、甲斐の国民衆の支持を得よとの岩倉智美等の助言を得て、 板垣氏に性を服した。東山道、玄中仙道を進む東山道先方総督府軍は、諏訪で本隊と別動隊に分かれ、本隊は、伊地地正春が率いてそのまま中仙道を進み、板垣大輔乾井大輔率いる別動隊は、幕府の天領であった甲府を目指した。甲府上入場が決戦の勝敗を決すると考えた、板垣大輔は、江戸甲府と、 大垣甲府までの距離から、東山道線放送特軍の不利を計算した上で、急ぎに急ぎ、あるいは、駆け足で進軍。甲州街道を進んで、土佐春小隊と、稲葉鳥取半平らと共に、1868年、慶応4年3月5日甲府城入場を果たした。甲府城入場を果たした、板垣大助が、旧武大臣であると知れるや、 武田家旧臣の板垣信方の末裔が甲府に帰ってきたと徳川市政に苦しんでいた領民に大歓迎で迎え入れられた。旧武田家臣の子孫の浪人や神官、長百姓らが協力を願い出たため、会の甲志らで構成された断禁隊や五国隊が組織され、武田信玄の墓前で結成式が行われた。 板垣大輔らより1日遅れて、大久保山との率いる紅葉陳部隊は、甲府に着いたが、入場を果たせず、甲州街道と大梅街道の分岐点近くを、軍事上の要衝であるとして布陣した。300人いた将兵は、次第に行為に恐れをなして脱走し、121人まで減ってしまったという。柏市大阪付近で戦闘となったが、様式病法にも精通していた。 春小隊がこれを撃破。戦闘が始まって、わずか約2時間で勝敗がつき、紅葉陳部隊は山中を隠れながら、江戸へ敗走した。板垣の複製は、甲斐の国民心の怪獣に効果を表したばかりでは、なく、その後に、江戸に進軍する際も、旧武田家心が多く召し抱えられていた八王子仙人、同心たちの心を怪獣させるのにも絶大な効果があった。 新選組は、京都市五職指揮下で、京都市外の治安維持などに従事していたが、慶応4年に1月、旧幕府軍の一員として、とは、伏見の戦い、淀ド占領末の戦いで新政府軍と戦って敗れ、江戸へ移った。新政府軍は、東海道、東山道、北陸道に分かれ、江戸へ向けて進軍した。新選組局長の近藤勇は、 公戦派と強順派が対立する江戸城において勝海舟と会い幕府直轄領である甲府を新政府軍に先んじて抑えるよう出陣を命じられた一説には江戸海上を控えた勝海舟が暴発の恐れのあるコンドーラを江戸から遠ざけたとも言われる新選組と浅草断座門廃下の被差別民からなる混成部隊が編成され紅葉陳部隊と名を改め 近藤勇は、大久保津義、後に、大和、副長の肘方俊三は、内藤隼人と変名。ミニエージをはじめとする様式法が多数配備されたが、近藤らは、剣術の腕を過信し、大使らにほとんど西洋式連兵をさせぬまま3月1日に、江戸を出発し、甲州街道を行軍した。近藤勇は、甲府を新政府軍に先んじて抑えるようというかつ、 海州の指令を軽んじ、新選組七十人と被差別民二百人からなる、混成部隊の不満を和らげ指揮を高めるため、幕府より支給された五千両の軍資金を使って、大名行列のように贅沢に合流しながら行軍し、飲めや騒げの宴会を連日繰り返した。また移動の邪魔となった、大砲六門のうち四門を置き去りにして二門しか運ばなかった。さらに天候が悪化し、 行軍が遅くなり、甲府到着への時間を空飛した、沖田総司は途中で、江戸に戻った。一方、同年正月には、甲府城へ、公家の高松三村を総帥とした、官軍沈部隊が入場した。高松隊は、高松を中心に、伊豆国出身の宮大工、彫刻師である、小沢一世らを加えた、総合所隊で、会議で、年貢減免などの制作を約束しつつ、 甲府城へ入城したが、官軍東海道総督府から直線を受けていない、高松隊への帰国命令が発せられ、小沢一戦は処刑された、偽直死事件。同年3月4日から新政府側、板垣大介の率いる土佐藩春小隊と、稲葉鳥取藩兵が、東山道総督府戦法として、甲府城に入城した。甲府城内の金番氏は立ち退きを命じられ、後に、官軍は、 甲府市中に残った金板市を城内に戻し、近藤派に属した者は入浪させた。紅葉地部隊は、勝沼から前進し、甲州街道と大梅街道の分岐点近くで、軍事上の要衝である、この地に布陣した。300名いた兵は行為に恐れをなして、次々脱走し、121名まで減ってしまったという。近藤は、 アイズ藩の援軍がこちらへ向かっていると大使を騙して、何とか脱走を防ごうとした。肘方は、神奈川方面へ赴き、旗本の間で結成されていたナッパ隊に援助を頼むが目殺される。三月六日、山梨軍一町、田中村、歌田、山梨市一町、田中、歌田において、春小隊と紅葉陳部隊との間で戦闘が始まった。戦況は、 洋式戦術に長けた、春正隊が圧倒し、また紅葉鎮部隊は、大砲の扱いに不慣れで、はじめ砲弾の向きを逆に弾込めして撃っていたため、飛距離が伸びず、見当違いの方向に、弾が飛んでいった。そうこうするうちに、春正隊からの的確な砲撃が、大砲も破壊。近藤は、勝沼の柏坂へ交代し、交戦を続ける。合図の援軍が巨砲だとわかると、 近藤、長倉新八、原田佐之助らの説得も虚しく、兵は逃亡した。紅葉陳部隊は、八王子へ退却した後に解散し、江戸へ敗走した。近藤らは、その途中肘方と合流した。甲府城の早正平らは、その後江戸へ向かい、官軍側であった、市ヶ谷の大有徳川藩邸、現防衛省本部を本陣とし、新宿方面を警備。 江戸城の無血海城と上野戦争で江戸を確保し、戊辰戦争の戦場は関東北部の宇都宮やより北の合図、越後へと移った。甲府城は新時代を切り開く歴史的決戦が行われた場所として今も語り継がれている。現在の甲州街道沿いには古戦場跡や墓所などが残されている。新正体で活躍し、 軍人としての道を貫いた、谷田敵、明治後に、キリスト教伝道士となった、片岡健吉や山田平左衛門がこれらの戦闘で、戦った。また、春章大使、宮地団四郎や、一朝、田中村出身の新選組大使で、明治後に、キリスト教伝道士となった結城文二三は、軍艦として合戦を見分しており、後にその様子を記している。また、山梨県では、 甲州勝沼の戦いを記した甲府対抗期が成立し、月岡義都氏による戦争画も描かれた。また、陳部隊が放った不発弾も現存している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。